まあ、本当にね、ゆっくりやっていきたいというのがありまして、ゆっくりやるってどういうことですかっていうとですね、やはりこれね、もう裁判をこう続けていくしかないというのがありまして、どうしても我々の活動っていうのはこうある意味ちょっと少数派なので過激に感じたりとか、まあ、誤解される部分があってですね、結論から言うと今日ですね、選挙ウォッチャー地代という人物とですね、大津彩香に対して、裁判を提起してきました。このようにですね、裁判所の受付表というのが出ています。具体的にはこういう感じでですね、訴状というところになります。こちらがですね、選挙ウォッチャー地代に対しての訴状ということになります。このようにですね、東京地方裁判所の印鑑も押されております。地代氏が何を言ったかっていうことについては、このようにですね、証拠ちょっと読み上げた方がいいですかね。今年のですね、まあ、先月になりますが、6月のまず先ですかね、24日の日にですね、今日も反社会的カルト集団 NHK から国民を守る党が展開しているポスター掲示板の商売代ビジネスについて無料で記事にしています。メディアや警察の皆さんに背景などをしっかり理解していただきたいので、少なくともあと数日はポスターの話をしていきますと、まあ、まさに冒頭のですね、反社会的カルト集団 NHK から国民を守る党というのがですね、原告である NHK 党の名誉や信用を毀損する表現ということで、まずこれが証拠1です。で、証拠2、選挙の取材をやっていて事件屋の人間からどやされるのは反社会的カルト集団である NHK から国民を守るとしか存在しない。このような反社会的カルト集団が野放しになっていると、これからますます事件が起こる、あちこちで被害に遭う人が増えるということで、まあ、ことさらにですね、この選挙ウォッチャー地代という人物は NHK から国民を守る党が反社会的カルト集団という表現を用いています。この反社会的カルト集団というのはですね、一体どういう意味があるのかというところなんですが、もちろんこの反社会的というものとカルト集団で分ける必要性があると思うんですが、選挙ウォッチャー地代がですね、このように言っています。彼自身の言葉でこのように、これは何なのか、ネット上でこう言ってます。反社会的カルト集団っていうので名誉毀損が、でも見てください、この現状、反社会的カルト集団なんですよ。サリンを撒くまでの知識とか知能はないから、サリンを撒かないオーブンみたいなもんで、危ねえ奴らの集団であることには間違いない、ね、ということなんですね。ですからサリンを撒くだけの知識や知能はないけども、サリンを撒かないオウム真理教であると言い切ってるんですね。ですから彼の主張しているのは、この反社会的カルト集団である NHK から国民を守る党というのはですね、いわゆる、まあ、サリンによって大量殺害をしたオウム真理教のサリンを撒かない程度であると、こういう主張をしているわけですね。これが名誉毀損に当たるのかどうかについて、これから裁判所の方で審議していくということになります。もちろんこのような主張が認められるはずもなくですね、粛々と裁判は進んでいくと思います。そして、もう一件がですね、大津彩香氏に対する裁判ですね、原告もこれも NHK から国民を守る党です。何が問題になっているかっていうとですね、こちらですね、これは大津彩香氏によるですね、リツイート、今で言うとリポストになります。反社会的カルト集団 NHK から国民を守る党の孫氏立花隆が張り散らかしている大津彩香党首の顔写真を無断使用しているポスターは小学校の前に貼られっていう文というところなんですが、これも同じように反社会的カルト集団 NHK から国民を守る党の孫氏まで書いてるんですね。まあ孫氏っていうのは普通は朝原祥子なんかをですね連想させると思うんですが、いずれにしても反社会的カルト集団 NHK から国民を守る党の孫氏立花隆がという死後からも分かる通りですね、こういったものをですね、大津彩香さんがリポストしている。まあリポストっていうのはこれをそのまま大津さんが書いて散らかしていると、まあ、拡散していることと、まあ、ほぼイコールだというところでですね、この辺をこれから裁判していきます。まあ、裁判の期日、だいたい今出すとですね、
8月の末ぐらいに第1回目が行われると思います。ちょうど1年ほど前に大津さんに3件連続で裁判をしたんですけども、1つ目の判決はすでに出ていて私の負け、2つ目が私の勝ちで、3つ目が8月の6日か7日かなに出ます。当然負けることもあれば勝つこともあるんでしょうけども、まあ、一つ一つ問題の大津さんの発言や千代氏の発言についてはですね、これからちゃんと裁判の場でですね明らかにしていこうと考えています。というのはまだですね、我々がどんなに正論を言ったところで、我々の主張を言ったところで、やはりその大津氏であったり千代氏であったりというのが反対の意見を出してきてですね、初めて見た人がこう NHK 党って大丈夫なのかな、立花孝志って大丈夫なのかなみたいな、やっぱり疑問を持つ人が出てくるというようなところでですね、ちょっとやっぱ長期的に考えて、こういった名誉毀損については一つ一つ裁判をすることによって、彼らの主張がこれが表現の自由に許す自由の範疇に当たるのかっていうのを、これからまあ裁判すると早くても1年、長ければ2年3年かかるんですけどね、確定までに、こういったことを地道にやっていこうと思っています。いろんな人がまあ格好もしてますけども、特に今ね、国政政党の党首である大津彩香さん、そして、選挙者千代君、テレビ番組にも出たということで、まあ、そのまま置いておくわけにはいかないだろうなというところでですね、まあ、千代君は僕に裁判ずっと勝ち続けてるとこう言ってますけども、それはこれまでの話です。これからですね、千代君が言ったことですね、もうはっきりと6月のこれ30日に言ってますね。我々が、私が裁判すると言ったらこんなこと言ってます。だってこいつらもだって物の性欲の判断つかないんだよ。サリンを巻かないオウムと一緒なんだろ。サリンを巻くまでの知識とか知能はないから、サリンを巻かないオウムと同じということをですね、自身のツイキャスですかで言っているわけですから、まあそれが合法なのかどうかについては皆さんどう思われますでしょうか。当然今の段階では千代氏や大津さんの言うことを、そうなんだと思う人もいるでしょうし、それが誤報だと思う人もいるでしょう。しかし行き過ぎた私は表現の自由では許されない表現だと、表現方法だと思いますので、今回裁判を提訴させていただきました。今回提訴したこの3つの書き込み以外にもですね、名誉毀損するものが多々見つけることができておりますので、まあ、さみだれ式に裁判をですね起こしていくというところで、私は裁判これは手慣れたものでですね、もちろん本人訴訟でやっていきますので、先方はまあおそらく弁護士さんをつけてくるでしょうけどね、今年今のところ僕は裁判6人の弁護士を相手に今のところですね2勝0敗です。そしてこの6人の判決っていうのも、次は今月末7月30日、これは黒川相手の裁判ですね。まあこれは途中で弁護士さんが降りていますので、もう先輩、こちらの不戦勝というかね、まあまあ勝ちますとね。で、8月2日は北村陽一弁護士ですね。被告を上杉隆のですね、文春の守護神と言われている北村陽一先生との判決、これもおそらく勝つと思います。今年すでに2勝してるんですけども、そのうちの一人であります大津彩香の代理人である豊田健二弁護士ですね、これが、1回僕今年勝ってる、まあ、豊田さんは今年1勝1敗なんですけども、3つ目の判決が出ます。これが8月の6日か7日とで、あとは、服部というものが訴えてるんですが、これも尼崎かな、西宮かな、新しい弁護士がですね僕に挑戦をしてきておりますが、まあ、これもおそらく勝てるだろうということで、今6人の弁護士を相手にですね2勝をしていると、1つはまあ1勝1敗かな、まあ、それにしても2人に勝っていますので、この後ですね千代君がどんな弁護士を使ってくるのかも楽しみですが、粛々とこれからも時間がかかりますけども、裁判という場を使ってですねこういう誹謗中傷には対応していきますし、もちろん NHK から来ている裁判ですね、斉藤健一郎参議院議員に来ている裁判もですね、まあ、これも明らかな契約書の変造というところでですね、こういったところについても粛々と戦っていくと、まだまだですね立花や NHK から国民を守る党の活動を多くの人に支持してもらうことはまだ無理でしょうけども、我々は正しいことをしている、しかもそれを長期間継続しているということからもですね、これからもゆっくりとですね焦らずに戦っていきたいと、
愛の心を持って戦っていきたいと考えておりますので応援よろしくお願いいたします。 NHK をぶっ壊